どうもヒロドです。この動画はドラゴンクエスト5のピアンクの作り方を紹介する動画です。もう一つね、幼少時代を作ってみました。輪郭と髪型をね、少し変えるだけでこんな感じになります。まつげの色を先に作っていただき、まつげ、眉毛、髪の毛という順に明るくしていくと作るのが楽かと思います。アクセサリーの色は筆棒にも使います。身長は163センチを想定しています。このエディットのシステムだと暗くて濃い色っていうのが出ないんですよね。なんでこんな感じの色になっています。このカラーはね、足防具にも使います。ドラクエヒーローズでね、弓でしたので甲冑にしましたが、ここはね、お好きにしてください。ここから幼少期への改造方法です。まず髪型を変えていきます。次にアクセサリーに色をつけます。紫色ですね。輪郭を変えていきます。額、頬筋、頬、顎の前後位置と顎の先端、顎の中間、全部ですね。それを変えるとこんな感じになります。はい、以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。